スカラムーシュは、イタリア、フランスの喜劇役者。17世紀フランスにおいて、最も有名な喜劇役者の一人であった。彼の演技はモリエールにも影響を与えたと伝えられる。その生涯については詳しいことはわからない。1608年11月9日、ナポリに生まれた。彼の父親は、騎兵隊の隊長で、裁判官と揉め事を起こしたとか伝えられているが、 本当かどうかわからない。若い頃から演劇の才能を見せ、イタリアの演劇界において名前を知られるようになった。1639年にフランスに拠点を移し、こちらでも大人気となった。1648年のフロンドの乱の勃発に合わせて一時的にフランスを去ったが、乱が収束すると1653年を8月に、再び自身の率いる、 イタリア劇団と共にフランスへ帰ってきた。プチブルボン劇場をパリでの拠点としており、1658年からはパリに進出してきた新興劇団のモリエール劇団とこの劇場を共同で使用するようになり、モリエールらと親交を深めたという。1660年以降、イタリア劇団と共にパリに定着し、フランスにおいて絶大な人気を維持し続けた。 1694年12月7日、パリにて死去。サントゥシュタッシュ教会に埋葬された。スカラムーシュは、なんともおかしなしかめ面や顔つきを大大使にして、見せたので、誰にも真似できないその仕草に、大大使は泣きやんだだけでなく、笑い出してしまった。その挙句、こんなに滑稽な場面で、王妃様が大変お喜びになったせいか、大大使は、 スカラムーシュの手と衣服におもらしをしてしまわれた。おかげで王妃をはじめ、その部屋に居合わせた貴婦人も貴族も皆が大笑い、したのである。この頃スカラムーシュは32、3歳だったが、宮廷に施行するたびに王太子のもとへ参上するよう命令を受け、王太子をこよなく楽しませたので、王太子も大いに彼を気に入られ、その後イタリアから、 喜劇役者たちを呼ばれるときには必ずスカラムーシュに声がかかったのであった。スカラムーシュの教えを受けるモリエール鏡を手に、この偉大な人物と向き合って、道家の中の道家役者たるこの一番弟子が、繰り返しまた繰り返し、滑稽な身振り、ポーズ、百面相に何百回も挑戦していたのです。あるときは、家庭内の振動を表そうと、顔に無数のシワを寄せてみたり、 そのシワに青白い顔色を加えれば、哀れな亭主そのもののごめん次に、この物悲しげな顔つきを誇張して、古希の亭主や焼き餅焼きを描いてみせました。スカラムーシュ、スカラムーシュとは、チベリオフィオレッリが演じ、得意とした役名である。この役はもともと、イタリアにおいて、隊長、スカラムッチャとして生まれたものを、フィオレッリが下僕役として進化させて、 フランスに持ち込み多大な影響を与えたのである。彼が演じた下クスカラムーシュの特徴は女と酒好きということである。好きといっても生半可なものではなく女であれば誰でもいいし酒であるなら何でも大歓迎という考えを持つ。本来下ク役だがプライドは高く休暇出身であることを自慢しスカンピンのくせに無限の富を持っているかのような態度を取る。 狡猾なところもあり、主人の金をくすねようとして、バレたりもするが、抜け目がないので、痛い目を見ることはそれほど多くない。捕まえても、スルッと逃げ出してしまう。以上が不要レッリの考え出したスカラムーシュの特徴だが、外見的な特徴としては黒ずくめの衣装に、大きなズキンのような帽子、仮面はつけずに顔は白塗りであった。ルイ14世とのエピソードでもわかるように、 豊かな顔の動きに自信を持っていたものと思われる。ありがとうございます。